華やかなショーが終わり、両国の素晴らしい文化交流ができました。아김원우한복은직선과선의조화거든요근데김원우는직선의아름다움이더라고요절제된아름다움色が着物と全然違って綺麗だなって学べることもあったし、私にはああいう扱い、色の扱いっていうのはできなかったけど、でも自分が、あ、なるほど、こういう合わせ方もできるんだっていうのは勉強になりました。翌日、同じ会場で日韓共催イベントスプレンダーオブアシアの両国それぞれの衣装に関しての講演会が行われました。Jordan, what is the piece called that's on right now that he's going to wrap the obi around? はい、前に板を置くから前板と言います。帯の、シワをしっかりまっすぐに、ガードするような、そういうふうな板、板、前板。You always need someone to help you dress? 本来は、自分で、着る人をがほとんどですが、なかなか着付けができないっていう方が多いので、人に着せてもらっていることも多いと思います。みんな初めて見る様々な技術を施した着物にとても興味を持っています。そういうイメージを。レクチャー終了後、富田さんを訪ねてきた観客がいました。I always wanted to meet a kimono designer, so I appreciate it.From the bottom, how many years I've been wanting to ask the questions to the right persons? あの、どんな人に対しても、例えば偉い人であろうが、そうじゃなくない人であろうが、僕には関係がない。あの、着物に興味があって、着物が好きな人、その人には一生懸命答えるのが僕の役目だと思ってます。うん。Thank you very much. It's so very true, you say. You just make meLove the Japanese culture more. It's not that I'm singling you out, that I love that people more. Thank you. 僕出会ってよかったっていうのが自分のキャッチフレーズなんですけども、あ、出会ってよかったって言われたくてなんですけど、今日は彼女に出会ってよかったってそういうふうに思いました。感激。今回はアメリカ最大の日本人町。リトル東京でレクチャーが行われます。横のつもりが後ろに下がってるんだけど、前から見たら横にしか見えないね。富田さんはいつもより緊張しているようです。日本の方が多いっていうのをお聞きしたんでね、2世3世の方に日本の、ことを思い出していただけるような、本当に何て言ったらいいんですかね、あ、本当にこっち側に回すんでるけど日本の心が私にもあるっていうような、そういう話をちょっと入れながらやってみたいかなと思ってます。 My name is Hirokazu Kosaka. I'm the artistic director for the show. みなさんおはようございます。 Good morning. 日本の著名な着物スタイリストによる着物を見ようと、会場は参加者たちでいっぱいになりました。朝の連続ドラマ小説のどんどん晴れという番組ですが、どんどん晴れ、あの衣装も私が全部手掛けましたけども、一本桜というテーマでした。これを全部ほどくと一本桜になるようになってます。着物文化を理解する人たちが多く集まる中で、富田さんはこんな話を始めました。母親の死に目の約束が、あなたは出来が悪いから人の3倍頑張りなさい、そう言われました。自分に子供ができて初めて親のありがたさを改めて痛感しました。自分が今見てる目で、僕が小さい時両親がそうやって見てると思うと涙が出て止まりませんでした。今なぜこの話をするかっていうと、着物っていうのは親が思うこの気持ちなんです。子が思う親の気持ちなんです。親は子供に着物を持たせてやりたい、可愛らしく見せたい。子供は親が年老いていくと、元気でいてほしい、そういう気持ちになります。たかが一枚の着物かもしれませんが、その思いまで着るのが日本の文化であり、着物の素晴らしさであると僕はそう信じています。Thank you so much.
着物がつなぐ親と子の絆。富田さんの着物に対する思いが伝わったようです。日本の着物をね、ああいう形で後世に伝えていってくださる方がいるっていうことは本当に心強いし、これからもよく続けて生きていただきたいと思いました。And it's amazing, like all the intricate details that go into creating something like that. I mean, it looks very detailed when they're wearing it, but then to actually go through each detail. 20年前、富田さんは初めてアメリカを訪れました。それ以来、UCLA は憧れの場所だったと言います。UCL っていうのはやっぱりすごい自分の思いっていうのがすごくあったので、まずここでできたらなっていうものが、これが現実にできたっていうことはすっごい幸せですね。I'd love to meet Mr. Tomita again. He's a great person seeing him again would be fun, and of course if there's ever the opportunity to work together, it's really been a fun week, so I would look forward to that as well. 外国の方に着物を着せられたっていうことで、来て喜んでいただければそれでいいと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございました。 Thank you so much.自分がそこに行かなければその香りは漂わないと思うんです。例えばスタッフ同士がどんどん仲良くなってくる。今回も皆さん本当にいいスタッフに恵まれました。そのスタッフの中でも、やっぱりその時の空気っていうものをすっごい大事にしなきゃいけないと思うんです。その空気を、香りっていう言葉に漂わす五感の中の香りの部分だと、そういうふうに思ってるんです。で、織物っていうのは縦の糸と横の糸が重なり合ってできるものであって、縦の人生、横の人生、縦のつながりと横のつながり、これは人で出来上がってるんじゃないかな。織り上がって織り上がって一つずつできていく、それが僕にとってすごい大事なことじゃないかなと。僕は物が溢れて人まで溢れ出してる時に何を一番感じなきゃいけないか、それは人の心であって目に見えないものだと思ってるんです。その目に見えないものを大切にしたいな。そういうところの中で感じ取れるものを一つずつ1ミリでもいいから織り上げていきたい。それが、日本の文化の良さを伝えられる、一つでもあるんじゃないかなと、本当にそういうふうに感じます。この度、富田信明さんの協力でアメリカ西部6カ所を巡り、さまざまな世代の人々に着物の美しさを紹介することができました。着物を通して人をきれいにする、人を大事にするという日本の心を共有するイベントとなりました。ジャパンファンデーションでは、文化交流の原点である人と人のつながりを大切にし、互いの文化を尊重する新しい時代を切り開く活動を行ってまいります。